さあ、それでは続きをやっていこうと思いますが、申し訳ありませんが、特に今日は何かするってわけでもなく、ダラダラとやっていこうかなと思います。動画の撮りためが全くないんでございます。ない、動画の撮りためがない。まいった、カツカツです。ちょっとね、仕事が忙しいんですよ。めちゃくちゃっていうぐらい忙しいんですよ。やーべー、さっき帰ってきたよ。さっき帰ってきて、すき家でさ、まあもうね、蒲郡ってお店が全然夜遅くまでやってなくて、まあ今はもう12時過ぎてんだけどさ、どっかご飯なんか食べれるところねえかなとかって、コンビニ、まあなんかコンビニのご飯もちょっと飽きたなみたいな感じでさ、どうしようとか思ってて、んで、まあすき家行こうとか思ってすき家行って、あのホロホロチキンってめちゃくちゃ美味しいじゃんね。自分は結構好きなので、それ食べようとか思って行ったら売り切れですって。もうここまで来て売り切れてとか思いながらさ、そこでじゃあいいですって出てくことができない私は、まあしょうがなくそのままじゃあって言って普通に牛丼食って帰ってきたんだけど、寂しかった。ホロホロチキンが食べたかった。あれさ、最初さ、いやどうだろう、そんな美味しくねえんだろうとか思ってさ、あの行ったらさ、会社の人にあれめちゃくちゃ美味しいっすよとか言って、美味しいよとか言って言うからさ、とか思って、気になるとか思って食べたらうまかった。まだ食べたことない人おすすめです。ちょっとねカレー風味な感じな感じな感じなんだよね。美味しいよ。ちょっとそのね、カレー風味みたいなところがさ、またちょっと食欲そそるんだよね。だからちょっとウキウキで食べ行こうとか思ってた。ありません。なんてこったいだよ。がっかりだよ。もう最近じゃ吉野家もさ閉まるのが早いからびっくりだぜ。営業時間短縮の件があって、それからだね、余計に。まあラーメン屋があったんだけど、ラーメン屋はねしょっちゅう行ってる店だったから、まあちょっとなんか今日はそんな気分じゃねえなーとか思って、米が食べたい、米がとか思ってさ、で結局牛丼。まあ普通にね、居酒屋でご飯っていうのもありなんだとは思うけどね。まあ12時になるともう居酒屋も結構やってなくてさ、昔は結構中華料理屋さんとかさ、あの外国人の方がやってる店とかでもね結構遅くまでやってたんだけど、なんか今じゃもう全然だね。悲しい、悲しいというか、なんか家に冷凍食品もあるんだけどさ、なんかそんな気分でもなかったんだよね。なんかチーンっていう、チーンじゃないか、今ピーピーか、字がちっちゃくて見えない。そう、この時間に帰ってくるとご飯に困るんだよね、ほんと。何食べようかな、何食べようかなってひたすら悩む。もうね、仕事まあ終わるって分かってくるとさ、何食べよう今日みたいな、そんな感じになっちゃうんだよね。特にそう、なんかこれだっていう食べたいものもないし、かといって選べるほど見せないしみたいなさ。で、すき家、幸いのことにね、鍋さんの家の周りには意外と食事、お食事屋さんが多くてですね、まあピンからキリまであるわけですが、良い店から大衆的な店まで。字が見えん、これどっちがどっちよ。小さすぎて見えない、ペタ。多分この向き、間違ってたら悲しい。でさ、行ったらさ、やっぱね、
車をさ変な風に止める輩がおるのよ。もうみっともねえなとか思ってさ、本当にさ、まあ車種とかは言わんどくけどさ、この車って本当乗り手に恵まれなかった車だなとか思いながら見てた。赤いあの車ですよ。ドキュンが乗る車って言っちゃうといかんね。いかんけど、まあどの車とは言ってないよ、言ってないよ。乗り手に恵まれなかった車っていう、車は悪いわけじゃない、乗り手に恵まれなかった。もうね、駐車場に斜めに止めてんの、嫌がらせのように俺がまっすぐ止めてやったわ、邪魔くせえようにピタ横にピタッと。喧嘩売ってくるかとか思ったけど、かかってこいやとか思ったけど、鍋さん気が弱いのでそんなことできないって言ってもね、まあ普通に本当に横にねボーンと止めてやったけどね、相当邪魔だったと思うよ。まあお前がもうちょっとまっすぐ綺麗に止めれば邪魔にはならんかったと思うんだけどとか思いながら。車はね、やっぱりね、マナーを守ってね、紳士的に乗らないとね、車がかわいそうで、いい車なのに、大事な車。26、これかおるんだよね、ほんとね。でこの前さ、ものすげえもう派手なさ、もう絶対これヤンキーが乗ってるでしょっていうようなさ車見つけてさ、ちょっと声かけてみたらさ、いい子だった、すごい若い子だったけどいい子だった、車めちゃくちゃかっこいいねって言って言ったら、すごい嬉しそうだった嬉しそうで、お金ないっすって言っとったけど、俺こんだけ意地で金ねえわとか思いながら、なかなかないレベルのいじり方してあって、やっぱね、逆にそういうさ、なんか普通の車の方が割とマナーのない運転しちゃうんだなみたいな気がしたね。そういう本当にいじり倒してさ、もう見るからに絶対これもヤンキーが乗っとるでしょみたいな感じのさ車なのに、中に乗ってる人はすごくいい子だったちょっとパッと見、私が見てお気に入りポイント、ここすごいねとか、あそこすごいねとか言ってたら、いろいろ細かく教えてくれた。やっぱ嬉しいんだろうね。ね、やっぱなんだろう、自己満足っていうのもあるけどさ、それを認められたっていうような気持ちになれるだろうからね。まあ私もね、そういうの車はね好きなのでね、思いっきりいろいろね掘り葉掘り聞いてしまったけど、いいじゃんって。でまあ帰り際に、またちょっと見かけたら自慢してねって言って帰ってったけど、いい子だった。腰の低いいい子だった。若かったら、あんな若いのにあんな車いじって。でもあれだよね、まあいじり方にもよるけどさ、あんまり年いってからさ、もうゴテゴテにいじるのもちょっと年がいないかなとかも思っちゃう時もあるしさ。かといってやっぱり若いうちなんてそんなね、めちゃくちゃいじるほどお金もないしみたいなさ、もうなんか何のために働いとるかって言ったら車みたいな感じになっちゃうから、まあ連れもそうだったんだけどね。まあやっぱりかといっていい年ね、お金もねそこそこあってさ、車いじるぞってさ、ちょっとヤンキーチックにいじるっていうとやっぱりなんか年がいないかなみたいな気にもなっちゃうしね。かといってまあだからどっちかっていうと、年配の方が割とさゴリゴリにさ走り屋系にいじったりする人とかさ、結構こう派手な感じはないんだけどチューンしてるみたいなね感じの人とかね多かったりさ、あれはそういう理由なんだろうなって。なんかやっぱりそのなんだろう、派手とかを求めずに、なんかこう走りやすさ爽快感っていうか、そういうのを求めるんだろうね。まあね、年とともに感性も変わってくるだろうしね、感覚っていうかね。ちょっともうちょっと溶かしてほしいな、もうちょっと溶かそう。よし、まあそれかどっちかだよね、どっちかだよね。なんかセダンでこうラグジュアリー感を求めてこう乗る人もおれば、
ブワーって言いながらこう爽快に走るぜみたいな感じの人とかね、いろんなタイプがいるわ。あ、稲荷が鳴いてる。でもあのなんかうまく溶けてくっつかないな。あ、そうか、しまった、綿棒でなんで頑張ってんだろう。筆使えばいいじゃんね。なんかちょっとこう馴染みが悪い、ちょっと待って、馴染みが悪い、非常に悪い、ちょっと気に入らない。もっとこう綺麗に馴染んでほしい。筆だけど、まあ大きい筆でいくか。腕ちょんちょんちょんとやって、筆でちょっとこうなじませ、筆でこう吸い取りながらもなじませてあげながらのやっていけば割と綺麗につくんじゃないかな。ちょっと筆でかすぎたかな、このちっちゃいデカルに対して。もっと大きいデカルだったらいいと思うんだけど。あ、動いちゃう。まあちょっといかん、下手くそ。綿棒もすぐいかれてくるな。さっき帰ってきてもうすぐにね、ちょっと撮影したいけど、ゆずと稲荷がかわいそうだからちょっとブラッシングしたろうと思って、でワシャ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 ってやって、ちょっとじゃれて、多分物足りないから今泣いてたんだろうな。すいませんね、今ちょっと撮影がありますので。よいしょ、あー、綺麗に貼れた、綺麗に貼れた。このエッジのこのね、昨日ちょっとね、昨日というか前回言ってた余白の部分っていうのがね、うまくこうスピーカーの形にこう馴染んでくれれば、もうなんかケバケバしてきた、もうダメだ。もうさ、手荒れがひどくてっていうか、手荒れと言っていいのか分からんけどさ、なんかもう見てこうひどいでしょ、カサ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 して、すいませんね、なんか動画で撮ってるのに見苦しい手でね、カサ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 するからさ、すごいカサカサしてんの手が。別にそのここまでまあ乾燥はしてるかもしれないけど、でも今日大雨だったしな、こっちはね。やっぱりそれで綿棒がこう余計にケバケバしちゃう、触ってると。よし、デカールどんどん貼って早く組み立てが行きたい。あ、結局ねここね貼り直したで、昨日より良くなってるでしょ、昨日、前回より良くなってるでしょ。そう、なんかもうあまりにもケバケバがひどくてさ、でここにこの棒が入るんだね。もう棒ぐらいなら入れちゃってもいいから入れちゃうか。眠、明日もさ仕事だからさ、はい、寝ないといけないんだけど、やっぱりちょっと撮影してからなんか動画休むの嫌だしとか、なんか日課だしみたいなさ感じで。ん？あ、これ分かりやすい、こっちを入れるんだ、そういう分かりやすい設計になっている。このタミヤさんがなかなか憎いことをしてくる。いいね、ほら入った、綺麗に入って、ここにピタンって。ああ、いいね、かっちょいいね。なんでそんなもんでかっちょいいと思えるのか。いや、かっこいいから、いいよ、かっこいい。ああ危ねえ、セッターでつけようとしてた接着剤だよ、接着剤つけないと。セッターじゃあダメだよ、一応のり成分はついてるけど。よしよしよし、こんなもんでしたか、こんなもん。ちょっとなんか奥にしっかりいってるのかどうかわかんないな。これいってるよな、いってるね。よし、OK。おー、いいね、いいね。ここ、あの、チタンシルバーでもかっこよかったかもしれない。色のアレンジでね、そういう風にやっていくとちょっとかっこよかったりとか、したかもしれない。で、次は、前回これ作ったからね、これを、もうこれで OK だから、足ももうつけちゃったから、これ足にもデカール貼るから、ね、まだ時間いいよね。よし、39と40、あ、これとこれね。
ぱり遅い時間に帰ってくると自炊っていうのはさすがにちょっとできないね。もうなんかね、例えばちょっと今週こんな感じで仕事忙しくなるからって分かってたら、それそのような感じのご飯にするとかね、例えばカレーにしとくとかさ、ちょっとこうね3日食べてもいけそうな感じのやつとかさ。あ、でもさ、カレーとかってあれなんだよ、あの菌がねすごく湧きやすいんだって。だからね、ちゃんとね温めて食べないとダメだよ。冷めた状態のやつってなんかね、バイ菌だらけ、バイ菌っていうか、まあそういうね菌がすごい非常に湧きやすい食べ物らしいので気をつけないといけない。だから自分の場合だと、あのカレーを作って食べます。で冷めてきたら冷蔵庫に入れて鍋ごとね、で鍋ごと入れたら今度あのまたちゃんとしっかり火を通してから食べるっていう風にしてる。毎度だいたい自分だとね3日、まあ最長4日行っちゃう時もたまにはあるけどさ、まあだいたい3日間はカレーっていう風になっちゃうから、カレー好き、そこまでねカレーねめちゃくちゃ好きだったわけじゃないんだけどね。あ、ここもか、41もじゃん、なんでこれか。カレーね、そうさ、もうめちゃくちゃ好きってわけではなかったんだけど、なんかあれだね、カレーってさ、そりゃルーじゃなくて、なんかそういうカレーのなんかこうこだわる人ほどのこだわりじゃないけど、カレーのルーも山のように種類があるじゃない。だからさ、そんな感じで一応こだわってっていうか気にして作っていくと、割とそれだけでも奥が深いなってすげえ思った。ただ別にねカレーのルーとかさ、だけどカレーのルーでもちょっとこうねブレンドするとかさ、あそことここを混ぜるみたいなのとかね、するだけでも割とあのカレー面白い。カレーいいね。総合食品だよ。スパイスっていうのはあのねスパイスなんだけど、あれってあの中国の方とかそういう風に行くと今度漢方っていう名前に変わるんだよね。いわゆる体にいいんですよカレーは。漢方ですよ。漢方はねあの薬と違ってね副作用がない。ないって言ったら違うのかもしれないけどね、私の浅はかな知識で申し訳ないですけれど、あの漢方っていうとねやっぱりこう副作用がないみたいなこと言われててさ、そういうのをね美味しくね食べれるっていうのね、カレーよ。だけど朝カレーとかはね正直きついな。うちのメンバーで朝カレーできる人がいるんだけどさ、ミノルンなんだけどさすげーとか思う。ねコロナ関係の時にさはがさ、ね、騒動になってからはみんなで旅行行くっていうことがなくなっちゃったんだけど、まあそろそろちょっと復活したいなみたいな。でみんなでさお泊まりした時にあのカレーがあったの。だからそれね食べてたんだよね。すげーね朝からカレーっつって言ってて全然いけるって言っとる。でもちょっとそれはなんかやっぱりいいなって。だから朝からカレー食べるのってきっと多分ねいいんじゃねえのって思った。ちょっと馴染んでここのアクセルの部分はちょっとうまく、ちょっとあれだったね、このスエードを貼る前にこれはやっておくみたいな、なんか水がついちゃったら嫌だなって感じがするんで、ちょっと溶けが悪いな、溶けが悪いのか私が下手くそなのか、まあ多分私が下手くそなんだろうね。一気に4枚貼るっていうのもちょっと無謀だったかな。ちょっとこのこいつでこうやって吸ってもらおうか、筆にちょっと吸ってもらおう水分を。小さすぎて絞るって、あ、ほらこうやって動いちゃうんだよ、動いちゃう、やりづらい。っていうか今カメラ映ってるのか。映ってるね。
ペタってくっつかない、なんか難しい。あー、ケバケバしてる、ダメだ、こんな綿棒じゃ。これでどうだ、くっついた。あー、だいぶくっついたけどって感じだな。おりゃー、あ、動いた、またこれ難しい。あー、毛がついた、うわー、あー、つうわー、あー、もう大惨事。これの攻略法あるって知ってた？これね、ある程度もうこうね、まあもう無理とか思った瞬間にもうこれでね、やめときゃいいんですよ、この辺で。である程度この位置を決めてこのまま放置しておくと乾いてくっつくようになるんで、で余白だけは残ってしまうので、次の日にあの乾いた状態で余白の部分にソフターをつけてあげて、あの溶かしてくっつけてあげると、真ん中の辺はもうあのくっついてるんで、そうするとね、今みたいにこう、あーずれる、あーずれるみたいな、そういったことがないんで、あの2日かけてねやっていくと、あ、毛を通ったらついてきた、ほらビヨーン、なんてこったい、触るんじゃなかった。いや、毛がここの綿棒の毛が気になるじゃない、牛とつい、ね、こうやってやってね、こうやって位置だけしっかり決めておいて、あとは乾燥して待ってみましょう。よし、これ今日はこの辺にしとこう、ちょうどよかったね。よし、ではね、どんどん進めていこうかなと思いますのでね、またお付き合いいただけたらと思います。ということで今日はこの辺で、サムネはしっかりやっておかないと。サムネ何やったっけ、この辺のこんな感じでやりましたよ的な感じにしておくか、こんな感じ。よし、ということで今日はこの辺で、ではまた。